こんにちは。和やか仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話をお願いします。はい、今回のテーマは億年です。はい、3回目になりましたが、最後にまた補足を少し、はい、しておきたいと思います。はい、じゃあ今回は補足パターンですね。はい、はい、これ好きなんですよ。そうですか。補足って結構このシリーズものって平井さん の最後に補足が来るんですけど、その補足がハッてするようなことがすごく多いので、じゃあ今回も補足パターンですね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。億年と言いますのは億も年もこれ思うということで、はい、仏のことや その仏の御恩の深いことをこう常に忘れずにこの思い続けると、うん、まあ、こういうことが億年ということでした。うん、まあ、しかし私たちその思い続けようと、まあ、こう思いましても、うん、まあ、そう思ってるそばから、うん、まあ、いろんなその煩悩いっぱいですので、そうそうそう、いらんこと考えちゃいますもんね。そうですね、こう次々と他のことが浮かんできてしまう、はい、まあ、それ私たちどうしたら億年できるのかと、うん、まあ、いうことで、まあ、それにはこの仏教を真剣に聞き求めていただいて、うん、人間に生まれてよかったという仏教で教えられる本当の喜び満足の身に、うん、なっていただく、うん、そうなりますとこれはもう絶えずこの喜び満足というのは続きますので、うん、同時にその仏の御恩の深いことも常にこの思われるようになるんですよと、まあ、いうことは前回お話ししていたかと思います。はい、でそこで、この億年ということなんですが、この実は億という字とこの年という字では、うん、実は意味が違うんですね。うんうん、そうなんですか。両方ともこう思い続けるみたいな意味だっていうのをお聞きしたので、奥と根は違うんですね。はい、まあ、ともに思うっていうことでは一緒なんですけど、その思い方が違うんですね。はいはいはい、はい、で奥根のこの奥の方は、うん、途切れ途切れに思うという意味で、うん、まあ、縁に触れ折に触れ思うという、はい、まあ、こういう意味なんですね。で奥根の根の方は、まあ、手帳に書き記したようにもう常に消えずにもはっきりと忘れることなくの残っている、ずっと続いていくという、まあ、こういう思う、これが念なんですね。まあ、言われてみれば今の私たちでもこの「奥」という字を使う時で「憶測」とか「記憶」とかの「奥」じゃないですか。だからどっちかっていうと「で念」っていうのは念じるとか、まあ、念仏とか記念するとかもそうですけど、めちゃくちゃ思う時にこっちの念を使うっていうイメージありますもんね。はい、はい、まあ、ですので、まあ、まあ、図で、まあ、イメージを記しますと、はい、この念の方は実践でずっとこう続いていくという、はい、奥の方は途切れ途切れ、まあ、点線でこの途切れ途切れながらもこう続いていくというのが、あ、まあ、奥ですね。分かりやすい。はい、まあ、それをもう少し例を交えて考えてみますと、はい、年の方を、まあ、地下水だと言います、まあ、地下水脈、私たちの地中奥深く、うん、大地の奥深く地下水がこう脈々とこう流れている、はい、まあ、ところもありますね。で当然地下水ですので、この地上にいてはこれはもう見えない、見えないし分かんないですね。分かんないですね。見えないんですけど、まあ、常に流れている、絶えず地下水というのはこう脈々とこう流れていっておりますね。その地下水がこう流れているところをこの掘り進めていきますと、うんうん、でそして地下水まで到達しますと、この水がブシューと地表にこう吹き上がって出てくるっていう、まあこういうことがありますね。はい、でまた別のところでも掘り進めて地下水脈があればこうブシューと出てきますね。そうですね。はい、でも何もないとこ掘っててもどんだけ掘っても掘っても出ては何も出てはきませんけれども、で奥の方はその掘っていくと時々そのブシューとこの吹き上がってくる、まあ、これはですから、まあ、時々それが吹き上がってくる、うん、まあ、そして表面的に見える思いというのがこれ奥なんですね。まあ、ですのでこれは仏教を聞いていかれまして、うん、最初にも確認しましたように、この仏教の教えによって人間に生まれてよかったという喜び満足の身になりますと、こう地下水が流れるがごとく、うん、絶えずいついかなる時も四六時中この思いっていうのは変わらないんですね。人間に生まれてよかったという喜び満足、うん、そしてそんな身になることができた仏の広大な御恩徳、うん、ほんの深いこと、これが絶えずこれ地下水脈のごとく、うん、あり続ける、うん、途切れることがない、うん、こういう思いが念なんですね。はい、ですけども、じゃあ常にそんなこと四六時中そんなことずっと考え続けていたら、それは日常生活
支障をきたしますんで確かに、うん、はい、当然ですけど、まあ、あの私たちはその煩悩の塊ですから、うん、あの日頃の生活の中では、うんうん、あれやってこれやってとか、あれに腹が立つなとか、もうチェッと思ったりとか、まあ、いろんなことをこう考えながら思いながら生きてるので、四六時中その仏のことが忍ばれるっていうことには表面上はならないんですけれども、うん、ならない。ですけども縁に触れ折に触れ、この地下水脈からあの吹き上がるがごとく仏様のご恩が深く知らされて、ありがたいことだと、よくこの仏の教えを聞かせてもらうことができたと、こんな喜びの身になることができたと、こう仏のご恩を感謝せずに折れない、うん、こういう思いが吹き上がってくるんですね、うん、そういう奥の思いが地表に、まあ、私たちの意識やそういったところにこの現れてくるのは、うん、根底にその念の思いがあるからなんですね。はいはい、よくあの考えなくてもずっと当たり前のように思ってることっていうのが、まあ、人としての経験としてもあるじゃないですか。いちいちそこに意識を向けなくてもそれが私にとって当たり前みたいな、常にあるからわざわざ考える必要もないみたいなところまでこう念っていうのはあるってことですよね。そうですね、絶えずあるという、そういうことですね、はい、それがまあ何かのきっかけで、うん、あの強くその表面に出てくるのがこれ奥の思いなんですね。はいはいはい、分かりやすい、うん、ですからそういう思いが出てくるのはあくまでその根底に念が常にあるからなんです、ね、うん、そういうことで念がなかったら出てきませんもんね、はい、ですので、まあ、そういう縁に触れ折に触れこの仏の御恩が強く忍ばれて、その御恩になんとかその報いずに折れないと、うん、お返しせずに折れないと、まあ、こういう思いが出てきてそう行動せずに折れなくなってくるわけなんですね、うん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 、ですからこの仏教のまあ、歴史を紐解いていますと、うん、この仏教ってインドで説かれた教えですけれども、うん、海や山を越えて、うん、日本にまで伝わってきていますのは、うん、仏の教えによって人間に生まれてよかったというその広大な喜び幸せの身に生かされ、あとはその仏の御に報いたいとこう思われた方々の、まあ、そういう思いから、それが縁に触れ折に触れ出てきまして、人から人へ胸から胸へとこう伝わって、この海や山を越えて日本にまでこう伝わって生きているわけなんですよね。距離だけじゃなくて年月というか時の流れも越えてやってきてますもんね。そうですね、うん、確かに、はい、うん、その歴史を紐解いてみますと、まあ、ちょっとここまでしてこう伝えられたんですかっていうのは、まあ、そういうエピソードもいっぱいあるんですよね。はいはいはい、まあ、そういったさ表面的に現れているまあ、行動なんですけれども、うん、まあ、その根底には何があるかというと、この人間に生まれてよかったという喜び満足、うん、そしてそのそういう身になることができたその仏の教えを仏の御になんとか報いたいというこういう思いからこう出てきていることなんですね、はい、まあ、これが億念ということであります、うん、なるほど。私たちが 今の時代の日本でこの仏様の教えをちゃんと聞く機会とか時間があるというのはこの億年あってのこそってことですよね。そうですね、まあ、そういう身になられた方々の、まあ、大変なご苦労によってこう今聞くことができますので、はい、今度はぜひ私たち一人一人がまたその億年の思いをですね、はい、このなられてまたこのご縁になる方にまた伝えていっていただきたい、知っていただきたいと思います。はい、わかりました。今日もありがとうございました。ありがとうございました。